私は、どこ国から来たと思う？来てます。インドじゃなくて、最初の文字はイ。イ？アジア。アジア人。どこですか？顔見れば。でも、インドじゃなくて。そうですね。最高。何歳食べました？20代。違います。どうでした？上。顔からは結構若い人。学校。何年生ですか？高校2年生。学校行く前にお金、親からお金もらっているでしょ、毎日。1ヶ月くらい。1ヶ月に帰る。それは、いくらですか？5歳。毎日。ああ、すっごい。じゃあ、学校行くときは何に乗るんですか？バス。自転車。それとも、ジョギングするもある？ジョギングする。違います。ジョギングする。お金ジョギングする。ああ、そうですね。毎月もやってる。出てます。彼氏いますか？いない。彼氏いますか？なんで？みんな可愛いのに。いや映画館見たらとか、飯を食べたら、その時には、誰が熱い顔人は誰とか、自分でやる彼氏、お金のこと。インドネシアにはデートしたら全部は男の子ある。女の子は、そうです。それどうと思う？いいこと？じゃあ、インドネシアの男の人に使ってください。学校はどこですか？白いんだ。朝は何時に行く？インドネシアの学校は毎日いつも7時15分だ。で、帰る時は4時とか3時ぐらい。なんか早い？早い？日本の学校は何時まで？
日本にはお化け、お化けありますか？いますか？あ、日本、うん、はい、はい、名前は何ですか？名前サダコだけしてる。サダコはインドネシアにも同じ形があります。名前がクンティルアナクと言います。クンティルアナク、はい、クンティルアナクと言います。それはどんな形？着物？いいじゃん、かわいいの。怖い。怖い？うん。頭？ない。あ、あります。髪の毛が。ああ。シュート？シュート？こんぐらい。ああ、シュート。インドネシアのお化け見たいですか？多分怖くない。ポチョンと言います。ポチョン、かわいい。かわいい。どこからです？それか、それは歩くことができない。飛ぶ、うん、飛べる、ちょっとだけ。ね、これサダコみたい。それも食べる。サダコ。はい、見たいです。